布引きの滝は、神戸市中央区を流れる布引き渓流にある四つの滝の総称。日本三大人滝の一つ。日本三大名枠にも選ばれることがある。布引き滝とも表記する。名枠として知られる古来の継承地である。かつて遠の大津が開いた滝マサル寺の主原道業場として、境とは一線を画する地であったが、現在は渓流沿い及び、 布引山一帯から滝を経て、布引ハーブ園へと至る遊歩道が整備され、鉄道駅からも気軽に立ち寄ることができるようになっている。六甲山の麓を流れる生田川の中流に位置し、上流から順に、小滝、夫婦滝、づみヶ滝、目滝からなる。和歌山県那智勝浦町の那智滝、栃木県日光市の華厳滝と共に三大神滝とされ、 日本の滝百選に選ばれている。平安時代の歌物語、伊勢物語や歴史物語、映画物語をはじめ、古くから宮廷貴族たちが和歌に読むなど多くの寄行文や詩歌で紹介される文学作品の舞台となっている。生田川下流流域には布引きの滝を読んだ和歌にちなんで名付けられた地名がある。郵便番号651-0058兵庫県。 神戸市中央区吹き合町、布引きの滝あるいは、布引き滝,滝と名付けられた同名の滝は他に多数ある。以下に例としてあげる。ありがとうございます。